早川兼近は、江戸時代後期の薩摩藩士。早川県美の養父。法暦十二年九月六日、島津重秀の御加盟により、早川県直の次男、兼近が別家を起こし、初代となる。早川県天の祖父、早川県常の曽祖父にあたる。島津重秀より廃領の家門月日は、旧暦院居名を、水港と称するほどの酒好き。月日は、 旧暦薩摩早川家は、元禄七年三月二十一日、桑名藩藩主、松平忠氏への御女富姫が、薩摩藩藩主と月地、高野正室、福姫として嫁入り時に、早川重左衛門が実写として、桑名から江戸薩摩屋敷に移ったことに始まる。早川重左衛門には、長男、金武、次男、定慶、三男剣直の三子があり、定慶は、桜井家、 養子に行った。教法14年3月25日、島津義樹より金武及び県直が、英烈阪神として、六を受ける。法暦12年9月6日、島津重秀のご加盟により、県直の次男、早川金近が別件を起こし、初代となる。よって、薩摩藩には、早川金武や早川県直地、早川金近家の三家がある。早川金武や 金武、早川県直家、県直、県友、金道、県満、県、寺市、県印、春市。早川金近屋、金近、県美、県天、県、常、県地、県上、県便、正彦、正幸、未定社津藩市、鈴木屋当時に嫁ぐ。鹿児島県鹿児島市冷水町の広告墓地内、早川屋、墓所。 鹿児島県鹿児島市南州墓地の早川達彦の墓石及び東京芝代金水聖寺内早川や墓石に刻まれている場所は鹿児島五条加盟サイズ作印塩光育夫編によると農線6 0 0に早川済み外堀の東縦馬場の西縦野馬場の南と記載されている鹿児島県鹿児島市霊水町の広告墓地内に墓石がある 早川つと寺氏は、山田宗衛門た政の辞定、早川藤衛門賢万の養子。よって、早川五郎兵権威といとこである。ありがとうございます。